緒に困るのよって。そっか、明日なのか。玉ねぎさん、みっちゃんさん、こんばんは。ねえ、みんな今ウーカの話してて、ここで。いやー、そうなのね。今日発表したんやん。まあそうだよ、誰がいつ辞めてもおかしくないのはそうなんですよ。ほらね、そらそうなんですよね。だってもうさあね、みんなにそういう時期ではあると思うからさ。卒業写真集かっこ彼だった。それはもう確かに、それはあれしちゃうね。ってなりますね。それ中画面かな。船橋の全教立候補者が逮捕され、そうなん？ごめん、そんな話全然知らん。そうなん？みち変わらず頑張るよ。3期ゼロになるって。出版社がネタバレしてた。ネタバレなん？ウーカがやってたとかじゃなくて？ガチネタバレ？みち頑張る。ウーカでみち寝れねべ最強。やばいですね。この間、そんな、だいぶ前やで、二人おったん。あ、お芝居の仕事増えてきたから持ち帰って思って、いざ切るってことは長いですね。それは辛いですよね。それはそうだよ。ウーカ推しの皆さん、大丈夫ですか？ウーカ推しの皆さん、生きてる？でも、芸能界引退するとかじゃないんでしょ？ネタバレなんや。ネタバレ、ガチで失敗したってこと？それはおこですね。それはダメですね。そういうことではないの？やだね。まあでもね、これから先ね、また芸能界引退するってわけじゃないと思うからさ。ってなったらさ、あれじゃない？まだまだ。まだまだ応援しなあかんからさ。舞台共演したいよね。あ、お芝居するって女優の道。共演したい。生きてる？生きてる？玉ねぎさん、だるまさん100個ナイス。だるまさんがコールンだ。ありがとうございます。コージさんいらっしゃい。ツイッターにバカなこと書いてたからねって。ミキニのお姉さんこんばんは。ユウさんいらっしゃい。舞台女優なんや。玉ねぎさんハートナイス。ありがとうございます。そうだよ。運営のミス？共演求む。あ、ウーカメンの箱さんありがとうございます。いや、これからも本当よろしくお願いしますなので、私とも、ウーカもさ、ね、そう、引退するわけじゃないのなら、なんだろう。もちろん寂しい気持ちはあるかもしれへんけど、一個のステップをこう、歩いて登っていくっていうことやから、応援しがいりますよね。やだねたらやだねって言われてた。推しの卒業は数年前に味わってるからね。えみち？舞台で共演したい。卒業後も応援しなあかん。本当にそう。パフォーマンスのアイドルウーカちゃん見えないの。でも、舞台女優ってことは、どっかでなんかそういう似たようなことするかもしれないですからね。私の年齢も推し。もう何年も前に卒業したんだけどねって。みんな多い？玉ねぎさんハート100個です。ありがとう。マジで泣いた。ウーカ卒業って聞くと、ゆうちゃんもそろそろかもと震えてる。だって。なるほどな。あなたはいつマリオの映画見に行きますか？いや、もうね、早く見に行きたいとは思っておりますけども。はい。早く見に行きたいとは思っておりますよ。もちろん。見に行ったら言うね。たぼほら、経費と使用、経費と使用不明金が増える。仕事しないと。使用不明金は増えるのやばい。危ないですね。事務所はあれなのかな、どっか
入るんかな、それ新しく。ショータイトルのままかな。どうなんやろうね。ショータイトルのままとかやったら、それこそ、例えば、あんたんとかと、いっぱい仕事できるかもしらへんし、そう。もちろん、寂しい気持ちはあると思うけど、皆さん、応援しなくちゃだね。3期最後の星だから、うーちゃん。最後まで私応援するよ。明日はハートビートナイターです。よろしくお願いします。そう、明日は船橋でイベント?番組です。ハートビートナイター。YouTube の番組、競馬の番組に出るので、皆様、よかったら応援よろしくお願いします。いや、本当に地方競馬がさ、予想さ、むずーと思っちゃってて今。どうやって予想したらいいでしょうか。アドバイスなどありますか。ターボー鍋ちゃん、白熊さん、こんばんは。お祝いです。だって。お祝いだ。逆にね、ステップアップって言ったら、今までが下にいたみたいやから、私それ言うのは嫌なんですけど、そんなことないと思ってるから。前に進むっていう判断をしたのはすごいじゃん。だからお祝いしなくちゃだね。おめでとうっていうのももちろん、何?違うって思う方もいらっしゃると思うけど、ずっと応援するよって言ってもらいたいと思うし。ハーココンカフェ店長、あ、それ見た。それ見た。推しの卒業とともに卒業したはずだったけど、舞い戻ってきた?いつ言いたいの?元気さん。推しの卒業は心情が止まるって。いやー。でも、芸能界から引退ってわけじゃないからさ。ね。まだマシじゃんな。と私は思っているよ。違う?違うのかい?ルナさん、こんばんは。さすがに船橋は遠い。YouTube で見れるから、YouTube に。713にかけたらいいよ。SKD さん、おいっす。白熊さん、ガオー。2期2人いるよ。そうだよ。ターボファンレベルアップ、ナイス。ありがとう。サイコロ振って出た数?何年か前よく言ってたな、やって。初船橋だよ、私。緊張だよ。緑図の?あ、そうなん?AKB チーム解散。もんちゃんのライバル。もんちゃんのライバル?胃が痛い。多分ストレス。ストレスか。第二の故郷言うて。写真集出したいです。機種で買いましょう。あ、この機種がおすすめ機種?スクショしとこう。みんな東京行くからな。船橋に突撃はしません。何時からなのって。めっちゃ長いんですよ。ツイッターに載せてるんで見てみてください。マルセさん、こんばんは。競馬場前でよく降りた。あ、そういうのがある?ともちさん、ファンレバップね。ありがとうございます。そういうのがあるの?いやー、競馬場行ってないけど、行ってないけど、競馬場は行ってないけど、よく降りた?大学から社会人まで一人暮らしの頃は船橋。あ、すごい。第二の故郷だ、それは確かに。それは第二の故郷だ。間違いないですね。早くいい人でも見つけて幸せになってほしいと思うこともあるけど、だって。そうなんですか?でも、私は結婚しても幸せにななる。結婚するのがゴールと思わへんから、そう、結婚するのがゴールとは思わないから、あれなんですけど、結婚してもだから夢を追うっていうか、仕事を続けるっていう選択は絶対したいなと思いますね、私は。うん。埼玉ふたましの中距離恋愛してたん?なんか青春だ。
あ、なんか使ったことある。そうなん、ユーティ。イケア、ララポートのショッピングモールがあります。ええー、そうなんですか？ララポートですか？ 結婚しても幸せとは限らない経験。え、経験談？そうなん？なんか切ない、それは。それは切ないです。誰も知らんか？ザウスわかんない。ルーカスお星様キラキラーン。ありがとうございます。です。タマさんこんばんは。こんばんは。いらっしゃい。ミカさんの一生尊重するよ。働いてね。いや、私たち結婚するみたいになってるやん、ちょっと。屋内スキー場？すげえ。結婚をプランドとしたら失敗しますって。なんか、深い言葉来た。深い言葉が来ました。結婚なんてするもんじゃないよって言ってる。あれ？スキー場、屋内スキー場があるの？すげえ。ルーカス、ハートナイス。ありがとうございます。あ、気づいちゃいました。聞かないで笑。まいちゃん、ロゲンボーナス、ナイス。ありがとうございます。なんか結婚の話したら、なんかみんなすごい、なんか現実的な話になっていってるから、ちょっと、なんか闇を感じるので、やめとく？ とりあえず見とく。結婚したらネットニュースになるよ。離婚してもだって。ネットニュースなりたかったら結婚して離婚したらいいってこと？ 2 回乗れるでってこと？なんで悪い考えなの？ファンレターと一緒に婚姻届は送りますね。婚姻届と送り返さなあかんのちゃん。そんなん指輪ないのに？指輪もらったら指輪売るわ、じゃあ、エミカ。指輪だけ売って。ごめんなさいって言おうかな、ほんなら。結婚とお互いの思いやり。いやー、そりゃそうですね。あ、バブルの産物なんや。そうなんや。ミーレに頼む。今のララポ、あ、ララポのところにゼウスってのがあったんや。なるほどね。推したちに会えて余韻がする。あー、しんちゃん楽しかった。でも最悪離婚前に来ます。どういうこと？ 100m ランナーさんこんばんは。流行りの推しと結婚ってやつですか？流行りやったんあれ。 でもなんか聞きますよね、最近ね。お風呂にお湯ためてそろそろトマト見に行ったら栓抜いたまま。それめっちゃ悲しいですよね。めっちゃ悲しいですよね。うわ、めっちゃわかるわ、私、それ。何回かあるんですよ、それ。お母さんが気ぃ利かして洗ってくれてて、みたいな。お風呂場？お母さんが気ぃ利かして綺麗に洗ってくれとって、で、私、それ知らへんくって、追い焚きにして、で、はーい、いろと思って行ったら、あれ？あれ？みたいな。お湯どこへ？みたいな。いずこへ？みたいな。めっちゃあった。よくあるっす。でも、気ぃ利かして洗ってくれてるし、別に誰も悪くない。私がチェックせへんのが悪いから。卒業受け止めに当分仕事に身が晴れの気がします。いや、そうだよね。ここに来て、なんか、適当な話して、笑って帰ってください。現金が 売りに行っちゃうすかさん。文集？ひとよさん、ファンレベアップナイス。ありがとうございます。あ、ゆうさん、先日食べた赤嶺さん、めっちゃかっこよかったっす。切れてるとことか。切れてるところがかっこよかったですか？ 先日の舞台はめちゃくちゃ、一生怒ってましたよね。そう、一生怒ってました。かっこよかったですか？それが。そう思ってくれたならめっちゃ嬉しい。
超嬉しいです。明日ライブ、あさってオフ、あさちあさってみち、劇場公演、みち撮ってないけど。え、みち撮ってないの？撮ってよ、みち。みち撮ってよ。みち撮ってよ。レポート、あ、違う、反対側？指輪売る発言、美香さん同期の方がよく言ってます。それを聞いてから私は言うようにしてる。 わあ、いいですね、レイさん。呼んでくれるかな、うか。呼ばれたら駆けつけるか。話入れな、ピョンって。お自然に遊んでもらえてる。あ、遊んでもらえたん？お湯は排水口です。だって。どういうこと？道いい子やな。急にどうした？ シャットアップ。エクさんキレッキレ。え、結婚するの？ん？明日のガーディアンキャラで、シゲトがシゲトが。お、めっちゃいいじゃないですか、山内さん。私も行きたい。これは後でもう一回パターン。あ、日付変わって寝る前にあと一回するかも。排水口、排水口。それは聞いたから結婚しろ発言するんじゃ。そう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 。そうなのよ。そうなんです。それ聞いて、真似してる。直談判する？しんちゃんファンレベルアップ、ナイス、ありがとうございます。寝る前に起きてられん。よかった、2回に分けて。いやー、僕の髪が肩から伸びて、なんだっけ、生誕祭で言ってたね。生誕祭で言ってたん？ゆうか結婚、え、違う違う。ゾヤさんの夏の時間が生き、あ、イケアらしいですよ。イケアらしいですよ。なるほどね。あったねと、何だっけ、さ、今さっきの歌が気になってしゃあない。歌が頭で伸びてですやん。どんなんでしたよ、それ。何でしたっけ、スケジュール開けてくれてね。神田川、エミちゃんの家帰った時でお父さんが小さな時の方。 あれ、あんたんかな。お話し会3分残り10枚ありまして。3分めっちゃあるやん。3分めっちゃあるんですけど、2時間45分あるやん。のげえ。ポップコーンは2個買おうかな。ポップコーン少ないねもん。日本のポップコーン。めっちゃ少なくない？日本のポップコーン。ゆうやくん、こんばんは。結婚しようやですね。家族になろうよ、みたいなやつ？違う？あれ、違う？それ家族になろうよか。対面残り全部買えるけど行かない。いけない。 トイレは絶対行ってください。ポップコーン買わないんだって。2時間45分あったらポップコーン買うな。食べきれないです。スペインのやつがめっちゃ多いんで、スペインのに慣れちゃったん多分。ターボーキラキラ星もありがとうございます。ポップコーン兄弟わかんない。肩から伸びたら怖い。ごめんごめん、間違った。プロポーズ大作戦イベント？どんなイベント？ここで面白いと思ったら採用する可能性あるで。あー、マッサージ行きたかってんけどな。帰ってね、プロモーション2年生の目の前で3曲歌って。すごいじゃん、しんちゃん。シシめっちゃファン作やとか。にゃんにゃん。もらった。ぜひマイティンペッパーミル歌った。ペッパーミル。吉田拓郎さん。家族になる。あ、違うんや。じゃあ、どんな歌かわかんないかも、私。メロディー。家族になろうよ。が出てきた。結婚しようよ。とりあえず、ゼミさんに指輪差し出してプロポーズ。一番、可愛い指輪持ってきたら、来たら、優勝？
優勝って。ダーボーハートナイス、ありがとうございます。あ、ハレルヤーチャンス、お前プロポーズ大作戦。見てたドラマ。めっちゃ好きだ、見てた。そう。同世代ですから。あれ？ちゃうわ。コウジ君、私と同世代？同世代一？み、ギリギリめいちゃん、こんばんは。見るの、見ないの、ペッパーミル。新しいなんかキャッチフレーズみたいな。優勝。優勝、感じが。しゅうちゃん、お話しか行かないのは論外ですぜって言われてる。リビア総選挙。難波で串カツ食べながら飲んでた。あ、私は、神田で飲んでた。神田で居酒屋入って、飲みながら、食べながら、してた。かわいい指輪。指輪キャンディ。あ、指輪キャンディ確かにかわいいな。意外と優勝かもしれん。脱出を結構じゃ、それ見たら亀田さんのびっくりした。いや、じゃあ、俺が、そこ そこ？ダナエキさん、ファンレベアップ、ナイス、ありがとうございます。最後の妖精の言葉が好き。妖精の言葉どんなでしたっけ？トークポートまでにガーディアンズとマリオ見れそう？トークポートまだ発表されてないもんね。プロポーズ大作戦、MP と長澤まさみさんだったね。ネミ劇中の、ま、今？エミカちゃんのおじいちゃんと同世代で絶対嘘。私のおじいちゃん、ハレルヤチャンス知らへんと思う。確かに全部買い占めていいよね。ルカス、お星様キラキラ。ありがとうございます。劇場の上、いつの間にかドンキになってる。あれ、ミヤちゃん、いつからタイムスリップ？だから、だっけ、神田川時代ね。神田で、道が出てたから。正解ちゃうねん。串カツ食べたら、その中に指輪からのプロポーズ。串カツの中に指輪ってめっちゃあげる。なんか、食べたやで。指輪のサイズを聞いとかないと買えやしない。それもだから運ですね。妖精ポピンズ。全、いや、なんか恐竜みたいに言ってるデビアンさん。2050完了ありがとう。名言、何でしたっけ？明日やろうはバカ野郎。違う？結婚してスタンプナイス。指輪をよこせ、指輪を。指輪をよこしなさい。サスケみたいに壊すけど、最後までクリアした人にプロポーズする権利あげたら？それプロポーズする権利あげたとしても、私がイエスかノーかっていうかは、それから先ってこと？かわいそすぎる日。大阪来たのが4年ぶりだから。え、絶対嘘ですよ。だって私、6年、5年半前に卒業してるんですけど、NMB を。その時ずっとドンキでしたよ。うわ、3D 良い決定。山口さん2時間45分、それ強いな。逆転ホームランを打つには、空き缶のプルタブやな、指輪やって。それ、ね、すごい、なんか、昔の何、ドラマみたいな。あれ入ったらな、指ちぎれそう。いたたたたってなりそう。いててってなりそうじゃん。カーニの次でエミカさんにプロポーズするために頑張る かわいい。そんなのなんかかわいいんですけど。ウィンウィン。ジュンク堂池袋にあったの、だって。ルーカス、カシモチミツオさん、バーンレビアップ、ナイス。ありがとうございます。指輪あげてお返しに首輪つけられる。首輪を人につける趣味はないので安心してくだて。ストローの包み紙を指に巻きつけるんだよ。それで、何センチか測るってこと？いくらとか削られてるかも。すかさまで。あ、亀田さんの流暢な英語にさすが感動しました。だって。嬉しい。ありがとうございます。全然そんな、何？流暢とは自分では思っていない。まあ、もちろんそれはね、なんか、頑張りましたけども。大丈夫かな？どんな風に思われてんのかな？と思いながらはやっているので、満足しないタイプではあるので、だから嬉しいです、そう言っていただけて。 いやー、舞台ね、本当に見に来てくれてありがとうございました。楽しかったですか？
ね、便利な劇場行ったことなかった。グランドウェイ、そうだよ、すぐ近くです。すぐお隣です。目の前っていうの？目の前。ウカの鈴木全員姿を消える。言い方。うーちゃん、ほんとお疲れ様だね。純九郎、神戸に待つなーって。いろんなとこにある。ゆくちゃん、こんばんは。お久しぶり、だいだい。こんばんは、こんばんは。何回も言っていいね、こんばんは。で、あ、めっちゃ前だったんですね、みやちゃん。そんな昔に行ったんだ。だって私卒業するもっと前からあるドンキやもん。だいぶ前。そんなら。リアルに。8年とか。ひょっとして。もっと？大事なことなんて2回見ましたね。上田のはジュンク堂と、マルセのダブルブランド。あ、そうなんか、ヤンチョクレさん、ラジオ。次の舞台のご予定は？は、もう一回すぐ、全通してくれるんですか？おっと、おっと。おっと。いや、でも、皆さんね、こうやって頑張ってめっちゃ来てくれてたから、次の舞台つながったらいいなーって思うし、ねえ、舞台ってほんと集客率っていうのがやっぱ見られるじゃないですか。お芝居の内容、お芝居の上手さとかもちろんいろいろあるとは思うけどさ、集客率とかもあるからさ、その中でまた次呼んでいただけるかどうかみたいなのもね、あると思うので、頑張るよ私は。これから先も。これから先もあったら来てくれる？来て遅れる？舞台寝なかったのでよかった。 寝なかったから？そこなの？寝ちゃう可能性もあったってこと？つまんなかったら寝ちゃう？うか卒業やって発表。現状に満足しないとか尊敬します。優しい。聞きます、競馬の神様さん、こんばんは。キムキムさん、こんばんは。そう、うか卒業発表してんて。君、劇団四季で OK 会場の舞台しか見てこなかった。あの距離で感激的よ。そう、あれは私が出た舞台の中でも一番小規模なサイズ感で、多分。そう、いっちゃん、何？小さめの劇場だったと思うんですよ。いろいろと小劇場は出させていただいたことあるけど、その中でも小さめで、そうなので客席との距離がすごい近くて嬉しかったよ私は。でもやっぱりね、近いと迫力もさ出るし、あと表情ももっと見えるじゃないですか。で、楽しんでもらいやすいと思うし、大きいところはね、やっぱお金もかかってて、きっと、お尻痛くないやろうし、座席、ね、いろいろあるとは思うけど、小劇場の良さがあると思うんで、楽しんでもらえててよかったな。言うて行ったことないもんな。劇場行ったら頭が 30W かけれへん。金子さんやん、それ。金子さんやん。あのクラゲの夢の話、感動しましたね。クラゲの夢の話？クラゲの夢の話、いつ？ クラゲの夢の話、いつ誰どこ？いつ誰どこ？ゆずの卒業の発表、なんかその件、あ、そうなんや。あ、日テレ野球中継見るん？池さん。多分同じく3部10枚分買うことできるが、まだ申し込みしてない方いるかもって。いや、高木さんが待ってくれてる。優しい。もうちょっと待って、ひょっとしたら買っちゃうかも。
つながるでしょって。酒飲みながら配信してますか？カミカミルームになってますよ。え？本当？噛んでる？私。いつも通りちゃう？いつも通りちゃう？作業はしてるけど。ルーカスハートナイス。ありがとうございます。電通は加味してください。神田でセンベロできるって。なんかね、センベロって書いてる看板は見かけた。多分。でも全部ができるかどうかとか、そういうね、何、プランっていうんですか、なんていうんですか、あれ。そういう、割引？聞いてるやつ？あるかどうかみたいなのはお店によるのかな。わかんないけど。でも看板は見かけた。だから、できんことはないってことや。4月38日、サムカイカン11夜のファンクラブ会場で、めっちゃハードスケジュール。前回の舞台同様、コンパクトな会場でしたね。コンパクトでしたよね。より、こう、見ていただけるから、なんて言ったらいいんですか？小さいとさ、その役者が動いた時の風とかさ、そういうのも感じれるじゃないですか。それって舞台ならではだと思うんですよ。私映画も好きやし、映画も出たいし、映画大好き。自分が出るのも見るのも好きやし、あれやけど、舞台って生ものやから、舞台上で役者がこう動いた時にそれの風とか振動とか、そういうのが来るのって舞台だけやん。でもそういうのって小劇場じゃないとさ、やっぱ味わえないからいいですよね。あれ、お星様集め行ってたってしんちゃん、おかえり。いかどうか美香さんの今後の行い次第 行い次第ですよって。何何？ちょっと寝ました。え？ カモシカ衝突？どうしたどうした？映画でもつまらなかったら寝ちゃうって。2期生2人送られて、先さんいなくなるか。そうね。というか舞台上、聞いた。前回2番目だったんでいろいろ見ました。見れました？楽しんでいただけましたか？だから映画2回見ることが多くて。なるほどね。劇場でドンキと絡むって決まってるんかな？スポンサー？うーかちゃん、加藤優香っていうメンバーがいるの。なんか、卵から羽化してもうてるやん。リカワで、発表会で心臓完璧に上げちゃう気持ちが。そうだよね。そりゃそうですよね。しんちゃんもうファンさんめっちゃもらってる。C2 はエミカ近すぎた。もうズカさん特等席やった。耳やられてる。幸せ。え、マルスソールドアウト出ました。イエーイ。ありがとうございます。嬉しい。やったー。まだでも売ってる？まだある？まだあるのはある？SKE も近くドンキあるんや。YouTube に行くやっぽーって。明日サプライズ見せたりするでしょ？明日船橋やで。まあ、お世話に全然私だからな。なんでなんやろな、言うて。すごいよね。パーちゃんのジャムに負けそうとする人どうして。ありがとう。ありがとう、みっちゃん。うーかめんなくっさん、レベルアップです。えみちーそうかえりなさーい。イェーイ。うーかめんなくっさん、ありがとうございます。おかえり。余韻にしたいんだから、いつか取らないと。しんちゃん、よろぴこやで。ジュースちゃん、カミカミなん？ 2 時間と聞いて長いなと思いましたが、とても無礼で。面白い舞台であっという間でした。ありがとうございます。本当にありがとうございます。そう言っていただけると本当に嬉しい、私は。クラゲの夢の話じゃないのか、人食べるやつ。クラゲの夢の話 人食べるやつ？デッドリー、英語のことですか？クラゲが人食べるんかと思ってめっちゃ考えたけど、そういうこと？ ゆきおさん、ハートナイス。ありがとうございます。看板女優、私。なんでやねん。役者好みのシアターでしたね。
楽しかったですか、山口さん。表情がよく見えました。嬉しい。MBS の番組にあかりちゃんが出てたって。明日ついに買ったイヤホンが届く。しゃあ。ABC ホールめっちゃいいですよ。ちょうどいいサイズ感で、小さすぎず大きすぎずと言いますか。はい。好きでした、私。私、ABC ホールの外出たとこのウッドデッキがすごい趣があって好きです。すがいみちって言われた。展開もセリフも覚えちゃう。もうずかさん出れんちゃん。いや、この間歌った行きますねって。山口さん嬉しい。またぜひぜひ来てください、本当に。カレーマルシェは私本体知らんから何言ってるか分からんねんな、これ。めっちゃみんな言ってくれんねんけど。ルーカスハートありがとう。セントセイヤ実写版見に行く迷うなって。私セントセイヤ見たことないの。サーモン飯ってろ。絶対美味しい。タマネギさんありがとうございます。YouTube チャンネル見ててください、明日。船橋競馬。出るから。レーニャンさんもやってるもんね。何 湘南出るんでしょって言われてた。43分。消えた。よいしょ。消えちゃった。顔出そうと思ったら、消えた。やっほー。こんにちは。ABC ホールの外で千葉ちゃんと話して。あ、そうなん？すげえ。なんでムカ星になったんやろな。ガオでーす。こんにちは。池袋前に食べ放題の寿司屋あるよ。行きたい。何それ？聞いてない。やっほー。和服で始まり、和服で締めましたね。確かに。コンカフェの店長箱すごいよね。ビキニで配信するわけ？配信するわけないじゃない。いやー、皆さんこんにちは。フリフリ来とるよ。これよく切る意味か。ちょっとカヌレと食べよう。動いた。ウイヒロさんこんにちは。最寄り駅はん？今帰ってきたん？ひんちゃんお帰り。初見？これ。インスタも載ってんで。インスタで絡めました、さすが。ルーカス。まだ電気の上にあったん？高い？カレーマルシェって大阪にもある？そうなんや、池さん。インスタ宣言。ビキニ配信はショールームはバンされるんちゃう？自民党さんと会の組合です。なんか政治って難しいですね。人生3回目のぎっくり腰やねんだって。大丈夫ユーティ。でも5000円で食べ放題ってまだ安い方じゃん。レトルトカレーなん？バーモンドカレーしか分からへんかも。舞台では絶妙なタイミングで亀田さんが登場するので、眠気なんかこれっぽっちもないっすって。さすがゆうさん。そう、絶妙なタイミングで登場してました、舞台で。私出と散らへんようにもう必死こいてました。 超必死で出と散らないように。出と散るとさ、出と散りそうでね、気抜くと怖かったので。ハウスバーモントカレー知らん？あ、ごめん、レトルトじゃないって。あ、大丈夫。ありがとう、みゆちゃん。むしろ前のめりで舞台見てます。嬉しい。楽しんでもらえたらめっちゃ嬉しいっす、本当に。筋トレしすぎてフラフラするから。そんなにしてんの？政治は多数決が多数に言うことは、なんかもしれません。ああ、なるほどね。まあ、確かに。基本だってもう選挙から多数決ですもんね、政治って。なんかややこしくて、
私は政治の中で活動をする人が本当にすごいなと思います。難しそうすぎて。橋本光さん、ファレベップナイス、ありがとうございます。え、虫のバラード歌ってた、そうなん？ボンカレー。ちゃうわ、当てる？なんかそんなんある？ボンカレー、違う？そんなんじゃないっけ。私、立候補しないです。立候補したいとか思ったことない。総選挙してたのに。レトルトカレーのもありますけど、ね、言わなくてよかった。今回の衆院で同級生2位で当選した。え、同級生強っ。弱者気質の政治が起こせるんだけど、なんかそれめっちゃ嫌ですけどね、本当にね。怖すぎだよね、そういうのってね。めっちゃ思うもん、政治。そら文句も出るわなーって思うことありますよね。なんとも言えないですけど。電池でチンできるのが楽。ああ、確かに。左手にうちは5枚、右手にペンライト、色変えない。すげえ。しんちゃんめっちゃ楽しそう、それ。落ちると思ってた。すごいね。芸能の世界でずっといます、私は。ごめんな、チャイナ服。しんちゃんファンレバップ、ナイス。ルックスハートナイス。ありがとうございます。レピーナッツ。ハウスバーモントカレー。私より近い政治、他の政治、そうなんですよね。それはめっちゃ言いますよね、本当に。だから、若者にいかにこう、選挙に行かせるかみたいなのがね、課題となったりしてますもんね。ラーメン食べてからめっちゃいいやん。浮気バレてメンバーに怒られる。それがそんないっぱい持ってたらな。カレー職人やボンカレーは楽やって。へえ。もっと HKT のネタだけど、え、すごい、そうなん？え、辞退しちゃった。あ、そうなんや。英語が上手い女優、亀田さすが、ありがとうございます。全然全然、まだまだね。英語に私、本当は上手い下手とか思ってなくて、コミュニケーション取れたらいいと思ってて、もちろん文法とか、そういうのはあるとは思うんですけど、ナンプレストラン。作業中、ちょっと書かなあかんからさ、もの。ちょっと。ナンプレってなんだっけ？ナンプレって何でしたっけ？ナンプレってなんだっけ？あれか、数字のゲーム？秀樹感激。多分 NB にハマったり、オーディション会見たか。ああ、昔からね。ルーキーチェックをみるみる下だな、このとこ。何それ？少ないもん、何人？顔出しだぜ。ブルータスの傘への仕事をおよそに最後まで。え、そうなん？玉ねぎさん。結局もう休まれへんやん、じゃあ。結局休まずにもう続けてる活動？コンサートも行くの？最後の解散コンサートみたいなやつ。バリバリの関西弁、確かにバリバリの関西弁でお芝居するっていうのは私やったことないかも、実は。実は実は。ね。お芝居するってなったら大体標準語だね。だよね。数独？ゴルフやってる山本さんやって。数独感。マーベル上になって。いや、本当に頑張ります。マーベル流のスーパー筋トレが待ってます。そこメインみたいになってるから。カズさん、こんばんは。ありがとう、いくちゃん。なんで丸で隠すん、名前。結局、現場行くんかーい。現役後に卒業生2人。え、そこに M か入ってる？ちゃんと。ちゃんと入ってる？ちゃんと入ってる？ぶりっ子。次の舞台は。お姫様役ですか？実はお姫様役今までやったことあるんですよ、一回。
ティアムーン帝国物語っていうやつでね、一回お姫様やったんですよ実はお姫様ちょっとやってまして。そうなんですよね。あらーとか言って、そうなんですのとか言ってやってた。握手会談なりとか見る、あーそういうことね、浮気チェック。え、カーですか、ダニーメッサーさん。あ、裏方でいろいろ準備するんだって。方言の舞台やってみてくださいって。とりあえず大阪弁でやりたい。とりあえず大阪弁でやりたいな。いや難しいのかな、逆に。いやだって大阪人やから、大阪弁やったらいけると思うけどな。でも大阪弁の舞台とかなったら絶対コメディじゃん。このマスにしか入らない数字を入れるやつ、ナンプレ。神枝美香さんにして、いくちゃん。どこからが現役？おえ？何の現役？クソメガネ思い出した。出たティアム、楽しかったね、あんな舞台。ね！緑の髪の人、エメラルド色の。ところで、なんで23時7分までなの？22時7分からやったから、1時間配信。俺の姫、こんばんは。こんばんは。ごきげんよう。スピンじゃないよ、全然。お日様、お姫様見てみたいっすって。いや、めっちゃぶりっこしてた、ほんとに。とか言って、めっちゃ顔、なんかぶりっこしまくってやってた。やばい、顔おるん、今。スプレー。行きたい、ジョーちゃんのアイドル。天童よしみ物語作ればできそう、大阪弁舞台って。天童よしみさんの舞台？あ、右ちゃんは北と南で大阪違いますもんね、アクセント。ゆきおさん、ファンレベアップ、ナイス、ありがとうございます。クソメガネ推しです。クソメガネって役がいたんですよ。いくちゃん、フルネームで書いて、みかんの名前。朝ドラ、あ、そうなんや、みやちゃん。やっぱそう、でもね、なんかね、思う人は思うよね。メガネ吐く、生きて。英語好きですね、ただゆきさん。デッドリー。ゆらぶきさん、いらっしゃい。めちゃめちゃブリックだった。あのブロマイド、かなりお気に入り。あれめっちゃ楽しかった。2.5 次元なの。2.5 次元の舞台だったんですよ、ゆうさん。ももちゃん推しだ。えみち推しじゃないの？デッドリー英語。あと10分。あと10分だよ。あと10分で終わっちゃうって。早いなぁ。まあ後でまたやるんですけどね。あのお風呂入ってちょっと明日の用意して。私本当にね、自分でこんな言うのあれなんですけど、マジで頑張ってて今マジで立て続けにありがたいことにお仕事をいただいているから、どん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 こう気を休める暇もなく、次次次次ってなってて、今まだ皆さんが知らないところとか、知らないところって2回言ったな、知らへんとこでも結構わちゃわちゃしてることとか多いから、そういろいろ含めてね、打ち合わせとか台本とか全部含めて、あの皆さんが知らへんところでも動いてたりとかするねんけどさ、もうマジでずっと1ヶ月多分休みないぐらい多分やってんじゃんってくらい、もうひーってなってる。そうで、昨日もじゃあ朗読劇終わって、でケイトやって、英語のセリフ覚えなあかんからやって頑張ってて、で終わってすぐに、昨日そうお休みだったんですけど、あの今日の覚えなあかんことが大量にあったので昨日で覚えて全部で、明日船橋競馬のあれがあるんで今から予想してってするんですけど、もうねパンクしそう。
12時、お風呂上がったら12時過ぎぐらいにやれたらいいな。ダニメッサさん、緑の髪の毛、リンゴ、みかん、エミカのインスタ遡ってみてください。かわいいの見れるわ。ユーティー、ファミマのレトルトカレー電子レンジで温められるって。エミカは永久に推しですから。軽めの浮気です。エイちゃん永遠に推しです。みんなエミカは永遠に推しって言ってくれてるの、ありがとう。舞台で芸人すれば火災弁舞台できるよ。フットボールさんは必須。いやー、面白い役私できるかな。ダオとかいうキャラじゃないからめちゃくちゃ気持ち悪い。だからダオ、私ダオって言ってないで、ミカですわって言った。ダオなんて言ってない。何気なく言ったら南部焼きじゃなくて日本橋焼きついてもらった。あれ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 、やばいやばい、調子良くて良きです。頑張る、大事なことだから2回言いますよ。3回4回言います。キセル吸ってる気の強い人も好き。ありがとうございます。大阪の舞台ですね、それはね。大阪の舞台、キセルだった。大阪の舞台でタバコ、ブラックスミス。とりあえず明日はパドックで馬を見て買いましょう。パドック馬見たいっす、本当に。いい加減怒れそうなのちゃんとします。ありがとう、いくちゃん。じゅんちゃんこんばんは。次の舞台も学生役。どうでしょう、大阪でお芝居の予定今んとこないんですよ。やりたい、マジで。しょ、なんて書いてんの、ただやきさん。じゅんちゃん、じゅんさんもう言うてるわ。もうだいぶ喋った。おったよね、じゅんさん。小学生役するの？してみたい。そうなん、高木さん。本当にありがとうね。本当にありがとうね、高木さん。あ、うん、寝てなかったらまた来て、ダニーメッサーさん。どうやら今後も我々が楽しんだり、そのお仕事、どうかしら気合いで待ってます。頑張りますね。舞台、どうしても東京メインになるような。なんか最近本当東京メインで、東京が多分ね、多いんですよ、単純に。数が。ちなみにうちに貴重な会いたかった公演恋愛中 CD ある。え、すげえ。 CD DVD じゃなくて肩痛いの。あ、肩は凝ってます。ユダバ乗る、乗りたい。あ、ドロップありがとう。ゆくちゃん誰、2回目。おいおい、ゆくちゃん知ってるだろ。かぶせや、かぶせや、ちゃう、2回繰り返しただけや。目になんか入ってる、めっちゃ目痛い。目薬、めぐちゅり社長。ここで話題になっちゃう。あれ、おらんかった、じゅうさん。日本橋って呼んだ、日本橋って呼んだ、日本橋、日本橋、日本橋か。あんまり行かんか、東京に染まったとか、東京も大阪も日本橋行かない。日本橋、日本橋、日本橋が大阪？どっちも行かんのよな。こなら飲めるのでくない。加藤優香ちゃんです、いくちゃん。難波と日本橋近いですね、めっちゃ。難波駅ばっか行ってたから。CD 持ってんねやね、みゆちゃんは。みず休みっぽい。ゴールデンウィーク休み。ゆみかさんは永遠の推し、投資金額を1、イエーイ。ありがとうございます、1いただきました。ルーカスハートナイス、ありがとうございます。お、ルーカスだるまさんもナイス、ありがとう。ちょっと 目コンタクト、コンタクトが痛い。ああ、いてて。ゆみかさんにだいぶ染まってはきた。会いに来てよ、会いに来てよ、こじち。腹はうーちゃんなってます、お腹いっぱい。腹はうーちゃんでお腹いっぱいって意味なん。大阪遠征のホテル日本橋、あ、そうなん。だって電気街もメイドカフェも行かんもん、私だって。みやちゃん明日は、森岸はおやすみ。あー、そっかそっかそっか、みもとさん、みかもとさんか、みかもとさん、
矢野さん、矢野騎手さん、笹川さん、笹川騎手から狙って買いましょうって。おすすめ騎手さんですか？あ、そっか、ユーティー行ったことないからね。コメントを打ってる時って名前を聞き取れないのです。DVD も手に CD も手にしては中古だけど、 CD 確かにレアだね。ナンバー取れない。いながります。私はイベないと課金しない、無課金制。そう、イベントしたいんですよね、ショールーム。でもスケジュールがね、絶妙に合わなくて、でいいイベントとこが合わなくてさ、全然できてない。でマンゴーな、マンゴー食べていい？メイドカフェ、メイドカフェ行くん？ニャチクルさん、柏本みつさん、ワンレベップね、ありがとうございます。エスカレーターね、どっち寄るかでね変わるよね。おわ、カズさんありがとう。路線図見るの？ルーカス、アイスクリームナイス、ありがとう。うん。マンゴー。もうね、5時間となります。はがし来た。はがしさん来た。ゆってお仕事中だよ。都内でやるなら行くようだって。都内でやりましょう、山口さん。ノグテキはメイドカフェじゃないの。ではありがとう。感想、ドライマンゴー、ユッキー。うん、埼玉県エスカレーターで歩いたらお金払わなかん。延長は別料金となります。お店がやりたい。うんちのファンの人、東京の人多いの。だいたい多くない、ほんとに。うん、うんふん、増やしたい所存です。うん、ゆうてぃなんて、ジュカちゃん、ガチベル通常配信に課金してるもん。なかなかいないのよ。食べた感想どうぞ。マラソン走ってるやん、みくちゃん。どこや、朝なんちゃら大駅。あ、もう7分。え、ここの時計と違うで、あかね。あかね、時計ずれてんで。ありがとうございました。じゃあランキング読んで終わります。また後で会いましょう。13位シンディさん、12位みっちゃんさん、11位ターマーちゃん、10位上広さん、9位しんちゃん、8位ソロニエベさん、7位ズーカさん、6位かしもちみつおさん、5位ゆきおさん、4位ウーカメンのハコシさん、3位ターボー、2位玉ねぎさん、そして1位はルーカスでした。ありがとうございました。ふふ、なみんなまた後で、いい、じゃあね、バイバイ。